ちゃんの倍ですね。久々だな、ケンザ。健康動画回ってる感じ。動画回します。どうも、健康でーす。あ、でも、え、結構パワーありません？もう、これ後ろいけないか。一応一回後ろ振ってみます。そうですね、確かに、これは取れますわ。あ、あ、見せちゃった。でも、あれクイーンって言ってくれない。まあでも、動けば、寄せが甘い気がする。これはおカンタンのやつじゃないですか。これ一旦こうカンタンじゃないですか。一旦こうカンタン。これはもう多分終わりだよ。そうっすね。それ一旦こうカンタン、そんなことなくないですか。いやー、ワンチャン倍率。はいはいはい、マイキーゲットだぜ。簡単でーす。とりあえず乗せて振って、待ってください。何ですか。めちゃくちゃ眠ったのに最初から。いやそういうのなんか営業妨害してるんですか。営業妨害で見てましたかね。復元感見てましたか。実は沼ってるのに、あたかもあたかもうまくいってるよかも。応用予定もちょっと、最初手前でしたっけ。一回手前やって、でなんか結構角度ついたんで奥をそのままやってた感じです。さっきはそうですね、最後見返せばいけるかなって。確かに、あー、もう一回手前になった時怖いのに後ろに戻る。そうなんですよね、ケンケンはそれがあるから怖いですよね。ケンザンとかな、めったにやらないからな。ただ上に結構持ち上がってくれるからウィンって言って、あれこれさっきの形になりました。さっきあの沼った時だから沼ってない。沼ってないよ、皆さん沼ってないですからね。4800円。エンゲリオンさんすぐ嘘つくからなみたいになっちゃう。その人3手とか言って0一個違うでしょみたいな。心の乱れがちょっと今。そうですね、左アーム入れてたから。これ今気づいたんですけど、はい、アームの内側に滑り止めついてない。そうなんですよ、だからそれもあってか多分進みがいいっぽくて。どうやってんのかなこれ。ちょろっとね、気持ち、お気持ち程度の滑り止めが。だからこれ結構戻りやすいですよね、この、うん、状態。意外となんか持ち上がって後ろに行っちゃうパターンがよく。アリーニ蹴り、あれもなんか進んできますね。これで寄せれば、あー、さすがにきつかったかな。シビアだね。1200キロ、今1分の1ぐらいのペースで、はい、進めてるから、ね、そうっす。あ、腰の掛け、腰の掛け、まじゃ、あ、うわ、下がった。これやばいやつじゃないですか。あー、これ、後ろ両アームで入れて、入れて、もうちゃぶ台、ちゃぶ台。右が、結構横幅切りなんで。うん、多分まだ押さないで地道にやった方がいいですよ。地道地道地道すごい高そうなバッグって。そうそう、よく分かりましたね。地道リアルに沼ってる。それは全然まだまだまだ。いやだからさっき沼ってないですよ。あ、そうか、こっちの世界線沼ってないか。間違いました。それこそタイムトラベラーですか。いっけね、確かにナオトに言われてたのはそうだ。この世界線の先生はそれ沼ってなかった。そういう裏設定を。ちょっと聞かなかった。あー、オッケー。面白い。いや、なんかもうこれしかないんだよな、やること。おっ、入った。はい、ということで竹道ね、ちょっと入っちゃったと思いますけど、ゲットです。この世界線の先生は取れる世界線です。ラスト、ナオト行きまーす。よし、さっきの6000円かかったやつはなしってなし。なしとかない。でもリアルに
竹道いくらだった、1500円くらいかかったかな、なんだかんだ。そうです、1000円は超えて、1000円超えてましたね。2回500円2回入れてるんで。あ、でもその手前の確かマイクで、あ、とんでもないそれから違う世界線なんでロロロロロ、あ、あこれ、これが、うん、最短、最短ルートっすよね。極力マヤコインにしちゃってもそのままマヤコインになった状態で落とせるかなって感じです。ここ行ってもうちょい前出てくれば、あ、はい、ということでナオトもゲットです。どうもーゲンガーでーすということで、生まれて初めてゲームセンターで UFO キャッチャーをプレイしたいなと思います。撮られる側から撮る側にということで、ゲンガー目線で今回お送りしていきます。これなんかあれですね、ニドランが奥にいたら一つポケモンですね懐かしいやつということで、やり方も見てるんで、はい、そういうことっすよね。最初そうですね、まあ最初僕右寄せでしたけど、まあまあ、あれマジっすかさこっちの世界線右寄せだったか、お左寄せおやおや、まあでもいけるかいけるかはないか、やっちゃったかな、これは尺大量にゲットかな4回尺伸ばし4回尺伸ばしあることで気になったの、ゲンガーが集中力ちょっとゲンガー僕持ってますやらかしさん、ここはね、通常のニチャニチャンネルコッシーさんがプレイをしていただきます。あれですね、健在設定で横に立てるんですよあのつまりあのフィギュアとかだと横を立てるっていうのは結構安排なんですけど、はいはいはい、これさすがに立てないと思うんで、あでもどうですか、やり終わるって、まあ、やり終わりそうっす、確かにこれ多分ですけど、これちょっとあのうちの先生が言ってたやり方で、はい、ちょっとやりたいなって感じして、あの UFO ラインって、はい、今時計前にねじれるんで、はい、ギリを差し込みながらこれを真横にしていくという、はいはい、バイブス上がる、バイブスエクスプロージョンって言うんですけど、バイブスエクスプロージョン、バイブスエクスプロージョン、ドドン効果は先につけとくスタイルなるべく真横にしていく動作というのが、はいはい、大事かなっていう、確かに入れ、うわー揺れで 2V1 ですね、 2V1 完全にお店の意向を無視しているスタイルで、僕らは僕もやっちゃったな、そうそう、前に行けばいった、うまい、うちの流派はこのままいける、ズンって、あーでも、でもいいよ、なんか滑りないお仕事ちょっとお休みケースで、うん、なんかちょっとなんかそろそろ多分休ませた方がいいスピード目かなっていうちょっと動きだったんですけど、ブラック企業みたいなまあまあまあ、でもこれでワンチャンバイブスぶち上げと、あ、でもうまい、うまい、うまいな、両方ちゃんと入れるのうまいっす、はい、ありがとうございました、対戦します、はい、はい、ということでコッシーさんもマイキーゲットでーす。ゲームセンター初めてだったんですけど、こんなに楽しいと思いませんでした、ありがとうございます、はい、ゲームセンター連れてってもらって、ありがとう